対戦相手の方が見つかりました。ほっとカプテテフ、なんか並びが7世帯っぽいなと思ったけど普通にエースバーンが入ってたわ。カプテテフとか久しぶりに見たな。てか今世代本当にほとんど見ないよね、カプテテフってポケモン。まあゴリ押しが効かなくなったからな。やっぱダイマックスポケモンをワンパンできるほどのパワーは出ないし、できることがめちゃくちゃ多いってわけじゃないですからね、カプテヒレ。もちろん弱くはないですけど、全然。ランドロスはかなり通ってると思うので、ランドは出したいな。ランドサンダーまで確定で、ラストがカプレヒレかな。これでいきましょうかね。はい。はーい、対戦よろしくお願いします。さてさてさて。テテフ来るのかね、うちのチームに対して。来たな、カプテテフから。一応初手テテフを考えてのランドロスなんですけどね、大ジェットの起点にして大ジェットでそのまま全員ぶっ飛ばそうみたいな感じ。素早さは負けていますが、まあ、あんま関係ないよな。テテフマジで久々に見たな、今世代初めてか。でヒレはかなり見るし、コケコもまあそれなりに見るんだけど、ブルルテテフはマジで見ないですね。まあ、ブルルは前の世代からそんなに多かったわけじゃないから、一部愛用してる人はいたけどね。それでランドロスで暴れるだけ暴れてなんとかしよう。まあ本当は今回の選出だったらサンダーダイマックスさせたかったんだけど、まあ、ランドはランドで悪くないでしょう。これなんだ、全然メガネとかそういうレベルのパワーじゃないから、スカーフの可能性はありありのありかな、わかんない。とりあえずワンパンして、まあ仮に紙剣でもワンパンされることはないと思うので、ダイジェットでも押しとけばいいですかね。カバルドンか。カバルヒレでなんとかなるけど、ダイマックスターンはからされちゃうな。どっちがパワー同じか。じゃあジェットですね。アースを押しとく意味あんまないよね、どうせ交換するし。ジェットで、まあアースで特防上げとくってもいいけど、まあどうせ交換するから本当にどっちでもいいんだよな。技の一貫的な意味でもどっちも同じだしね。で大ジェット勝て、さすがカバルドン。ランドのタマーダイマックス技をここまでで抑えるのはさすがカバルドンといった感じですね。あくびだよね。ステロから来たか。あー、2回耐えるってことか、つまり確定でそういうことっぽいな。まあ、こうなってくると一応アースでいいかな。特防を上げる意味はあんまないって言ったけど、これ以上素早さを上げる意味もないので。いや、これなんか乱数っぽくねえか。ステロ巻くほどの余裕があんのかな。ないよね、乱数っぽかったもんな。あくびで流さなくてよかったのかな。そう、今のとこ確かになんか一発目の技って緑バーだったけど、そんな余裕があるような感じじゃなかったじゃん。だから乱数で飛ぶんじゃねと思ったけど、まさに飛びましたね。神剣ダイマックスしてくるかな。地震空を飛ぶ、空を飛ぶか。ダイマックスしてくるんであれば空を飛ぶのがいいから。神剣も防御高いって言ったら HP が低いから、ランドの地震をモロに食らうとやばいはず。剣の前とかを積む余裕は絶対ないんで、ここ殴ってくると思うんですよね。地震2回で終わりだから、これ剣の前を積むのはこっちの空を飛ぶを一点読みした場合のみ。そこまで読まれたらもう積まれても仕方ない。 OK、 これでダイマックスターンが一旦無駄に使わせたことになるから、まあ、サンダーにステロ入んないし、サンダーで止められるとは思うんだけど、暴風外しとかもあるしね。でも大アタックとか飛んできたら結構やばいのかな。で空を飛びます。大ナックル、ナックル、え、ナックル、マジか。で空を飛ぶ、はい、
ナックル押してくんのかね。あ、ここはジェットなんだ。耐えはしないよね。これ多分攻撃力が上がるんでしょ。多分というかほぼほぼ続きは攻撃力か。玉剣、これサンダーバンパー実はありえんのかな。あ、でありえるかも。でここは暴風ですね。放電はさすがに半減だからな。神剣の特防がペラペラとは言ってもダイマックス状態をワンパンできることはない。ナックル、あーなるほど、無理やりパワー上げて突破を狙うってことか。あ、強いクソ強い。これ交換しなくてよかったな。急所か、おやめろよ。まあ、こいつ接触技だらけだから最悪まひりまくってのワンチャンが生まれなくもない。当てれば勝ちだし、えらい、これは勝ちでしょう。対戦ありがとうございました。まあ、外したら負けたかな。3割で負けたと考えるとなかなか厳しい勝負でしたね。対戦ありがとうございました。はーい、対戦相手の方が見つかりました。ラグ、グロス、なんかグロスもまあまあ多いんだよね。どうしよっかな。まあ、サンダーから入るか。どうせラグラージか。あいつ名前が出てこねえ。オーロンギュだと思うし、サンダーから入ってハッサンも今回は結構ありで、ラストはあ、まあ、安定はカプレヒレですよね。まあ、相手のサンダーが重すぎんだよな。相手のサンダー重てえな。バンギ出すか。サンダーレヒレバンギ出せ。うわー、これハッサムすごい入れたいけど、さすがに相手のサンダーを舐めるわけにはいかない。これでいこう。はーい、対戦よろしくお願いします。さてさてさて、バシャンモから来た。まあフリータイムではないですね。ダイマックスをただするかどうかというと微妙だよな、ここ。まあここ一回守ってくるかもしれないからな。だからここでダイマックスの選択肢はないんですよ。いきなりなんかフレアドライブとかで剣の舞、マジ放電で麻痺引いたら爆アドなんですけど。サンダーの前で剣の舞ってやばくね。まひれ、まあしゃあないか。まあさすがにダイマックスをせざるを得ないな。ダイジェットの起点にすればいいだけですからけどね。ダイジェットでここダイマックス技を押してこないと思うし、フレアドライブとかで突っ込んでくるんだったらワンチャンバンギアスに引くみたいなのもありだったかもしれない。反動と砂ダメで消耗させるみたいなね。だけどサンダーがここでダイジェット決めることでだいぶ有利に戦えるやつもいるから、まあ悪くないですね。多分タスキだったんだろうけどね、これタスキだったんだろうけど、かなりリスクが。守る、これ貫通して倒したらデカすぎんだけど。でもバシャーもペラペラし、これワンチャンぐらいないかな。何がしたかったんだこいつ。このバシャーも何がしたかったのな。剣の舞からの守るで死んでいっただけなんですけど、何がしたかったんだ一体。理解しかねますね。まあ、こんだけなんか調子こいても向こうのサンダー一匹にひっくり返される可能性あるからな。方変チャンピオンメタグロス、やべ、アローラチャンピオンハッサムで相手したかったな、この方変チャンピオンメタグロスの相手を。大サンダーで、まあグロスに大サンダーかなり入るからね。ここは相手もダイマックスをしてくるんじゃないですか。ですよね。で大アイスでもしてくるのがね。バシャーもサクッと処理できたのはでかいわ。とはいってもバンギラスの役割が本当にサンダーしかいないから、まあ今のところだってどっちでも勝てませんからね。グロスにもバシャーモにも勝てないからな。まあ バシャーモはもう処理したから関係ないんだけど、グロスにはまあ勝てないので、勝てないっつっても技によるか。あーでも思ったより硬いメタグロス。大アイスがどれぐらい入るかだな。タイプ不一致だからそこまでとは思うけど、あーでも半分は入るんだ。ここは大ウォールからのボルチェンとか
あとは大ウォールからの跳ね休めとかがあるので、ここは一旦大ウォールでいいと思うんですよ。はい、大愛星ここだよね。ここよ、なんか読まれそうな感じがあるな、交換を。なんか大エスパーとか飛んでくるかも。まあ、交換を読まれるんだったらでも、なんとも言えないな。こう、跳ね休めをするか、放電を押すかなんですよね。ボルジェンで逃げるのもありか。てか、まあ、サンダーの役割かもあんまないから、放電でいいや。麻痺引ければ美味しいし、引けなくても、跳ね休めで粘って、なんだろう。跳ね休めした場合に相手が大アイスをした時ってこっちの飛行タイプが消えるから多分耐えるんですよ。耐えた上に次のターンダイマックスが溶けたメタグロスを殴れるから美味しいんだけど、ここはエスパーズとかが飛んでくる可能性もあるから、あとこういうダイナックルとかね。だからまあ変に跳ね休めするのは微妙だなという読みが一応当たりましたね。まあ、放電で麻痺引いたらかなりでかかったんだけど、なかなかそうはうまくいかないな。まあ、ただここで相手がバレットパンチをしてきたら、まあ、その時点での麻痺確率は 50% ぐらいだから、まあ、一発目の放電で麻痺引いてないからね。お、普通に突っ張ってくるか。飛ぶんじゃね。ああバレパン持ってなかったんですかね。だからダイナックルはあれかな、跳ね休め読みだったのかな多分。ラストがサンダーだったらだいぶ楽なんだけど、サンダーっぽいな。でも雨宮球か、ミミッキは負ける可能性がありありのありです。放電で放散、え、チャンスあったくない、まだこっちのラムわかんないのに。対戦ありがとうございました。